お昼でございます。ミルワッカ休み時間ラジオマーですよ。ノーでございます。今日もお聞きいただいてありがとうございますということで先生。ありがとうございます。マンデーライブね、久々に、何ですか、うん、会議ということでコメント欄の皆さんと ね、楽しかったです。ぜひ。アーカイブ残ってますので聞いていただきたいんですけど、ね。お願いします。ね、うん。まあいろいろこのぐらいの説になってきますと、それぞれのね、うん、皆さんのなんかこう気持ちが聞けて。出てまいりますよね。なんか、ああいうの久しぶりで嬉しかったですね。またちょっとやりましょう。もう毎週あれやりましょうよ。なあ、ほんとそう思いましたよね。なんか、ね、いろんな目線から聞けるんで、こっちも楽しかったですね。そうですね。どんなんがありましたっけね。いやもうや、例えばね、なかなか最近湘南が勝てていませんが、どうしたらどういう心持ちでいたらいいですかとか。そうですね。まだまだこっからみたいなところありますよね。うん、あります、ね。まず今度のね、ウィルドとプレビューも出しますけど。そうですね。神戸戦が一つのね。ありますから、週末、神戸が連勝するのか、湘南がね、畑が、うん、そこはね、やり返すのか、2勝目を挙げるのはどっちかってことですよね。そうなんですよ、ね。大きいところですよね、ここは。でかい。なあ、でもその相手が神戸っていうのもちょっとプレッシャーでしょうしね。でもホームですからね、湘南が。逆に言うと、やっぱね、はい、こう、市場価値目線、年俸目線で考えたら、うんうん、ここでこの人から俺ボール奪ったら、いやーそうか。みたいな見せ場があるぜ、みたいな。で、観客数も多いかもわかんないもんね。そうだね。いやいやいや、あの人がやってくるからね。兄さんが来ますから。確かに。注目ですよ。そうだね。そうだね。うん、そんなのもありましたし。あと山形が好調とか、秋田が好調、この理由は何ですかみたいなのも、ね。話もありましたね。やっぱこうね、今、機嫌がいいから打ち込んでくれるよね。スパチャで聞いてくれるよね。そうなんですよね。ねえ、そうそう。私はなんでこんなに可愛いのって女の子に聞かれた感じですよ、スパチャで。そうですよね。ねえ。そう、ちゃんと頑張ってるからだよ。スキンケアを頑張ってるからだよ。うん、今がいいからこそちょっと先の心配なんかもありましたね。なるほどね。鹿島さんとか幸喜さんとかね。ああそうか、夏大丈夫かどうかそうですよ。それをなんかみんなと共有、皆さんとね、夏また J リーグってのはここでいろんな環境やらね、うん、変わってくる面白さがあるじゃないですか。いやそうなんだよね。夏の連戦ね、楽しい。これプレースタイルによって夏に合わないプレースタイルとかもあるわけでしょ。ありますね。夏しんどい。しかも今年は過密であると。これ走りまくってるチームたちがちょっとどうなるかですよね。うん、ただそこで、5人交代をどう使うか、うん。現状はアタッカーを最後にね、出しまくったり、ボランチを1枚変えたりとかしてますけど、うん、その辺をどう、初でしょ、真夏の5人交代は、J リーグ。まあ、これをね、連戦を数ヶ月継続しながらやっていくってのは初めてですから。ワールドカップじゃない。何があったんだっけ、去年。去年がオリンピック。そうだ、オリンピックだ。で、その前の年がそもそも夏開幕。そうか。セカンド開幕、ね。だから、ある種、未知の、うん、ね、ハンドリングが。5、6、7、8、一気に続くから、ね。そうでしょ。これは、ペップもね、経験してないわけだから、クロップも。真夏の日本の5人交代は。あ、そもそもプレミアだから、あれか。そうそう、5人交代も経験してないですからね。5人交代知らないのか。CL だけこの。ああ、そっか。そうなんですよね。なるほど、そっか。あ、CL は、そっか、ええー、面白いね。めんどくさいっすよね。いろいろだからあれだね。海外の YouTuber の人はそこのなんか違いは、イエスノー、イエスノー、オーイエー言ってるんだろうね。言ってるでしょうね。そうか。でも、やっぱ語りしろというかね、あるのは楽しい、うん、で、改めて J リーグってさ、その、夏とか、うんね、特に J2 になると遺跡で誰がいなくなったとか、うん、でかいですからね。もう当事者からしたらたまんないですけど、たまんないね。まあこれは一つの語りしろ、面白いところでもありますよね。そうです ね、まあ、ね、だ順位とかも全然入れ替わったりしますし、全然あるからね。ねえ、うん、そうなんですよね。どうなるか ね、 ね、そうそう、あとどんなありましたっけね、なお悩みというかご質問というか、ね、あとはやっぱりね、お悩み系で言ったら栃木さんに関する、まあこれまださっきの湘南さんにも近いところ、ね、ありましたし、うん、あと点が取りてえと、そうですね、うんうんうん、あと経路が全然違うところとしては、うんうん、あのこのチームのゲームモデルを、うん、あの芸人さんに例えてほしいみたいな名古屋のね、うん、先生がね、カウンター、はい、まあまあ、ざっくり言います、じゃあカウンターってことにしますかって言ったね。僕がミルクボーイって言ったっていうね。ありましたね。カウンターですもんね。じらして。そうなんです、ね。じらしてじらしてね。引き込んで引き込んでボケるやつですかね。うん、ありましたね。わかってるけど、スピード速いから止めれない。バレちゃうみたいなやつですね。一個乗せてく、うん。そうですね。あと各カテゴリーとしても、我々は結局答えたって形になりましたけど、あの、いわゆる、この人が絶対、
対角田みたいな、はい、あれね。ああ、欠かせない。欠かせない選手は誰なのか、ね。そのご紹介。MVP 候補か。現状。あったね。明日 J リーグが終わるなら MVP は誰って言ったら先生はね、うん、おっしゃいました。鈴木優馬さん。優馬さん。というね。ですね。で、対抗馬が上田綺世ね。すごいですね。うん、鹿島2人がすごいよと。対抗馬って言われて、馬っぽいもんね、2人今ね。馬力がね。なんかこう、推進力がね。確かにすごいからね。うん、確かに。いや。そして我々、そうだ、ここでも言いましょうよ、うん、ライブを。トークライブをね、オンラインじゃなくて、リアルの。そうなんですよ。うん、もう、もったいぶってさせていただきましたけどもね。うん。まあ、一応まだあの、チケット発券とか、その辺の告知のあれは何もして、ね、もうちょい先に。してないんで、これからなんですけど、うん、とりあえず6月16、7、木、金の2日間ですね、うん、公演。ツーデイズ。スポーツ居酒屋、起点さんの方でですね、2時間のトークライブ、リアルでね。いやー。行いますので、そこはあの、居酒屋なのでね。うん、そして、まあ、スペースもありますんで、25人限定ということで、うん、なので、2days50 人ということになりましたんでね。そうね。そして、終わったらですね、いろんな、ことに基づきながら、ね、注意しながら、やる懇親会も予定してますということで、うん、ぜひ、ね。お越しいただけたら嬉しいですね。何の告知もね、まだあれなんですけど。そうですね。決まりましたよって告知だけさせてもらいました。そうね。楽しみですね、これね。ダゾーンサークル以来ですか？そうですね。我々のあれでやるんであれば。2020年ですかあれは。そう、2年以上。いやー、雑草サークルももうなくなっちゃいましたもんね。もう楽しい。こんなの毎節やりましょうよって言ってた2週間後にコロナが始まって J リーグ中断。いやー、そうよ、そうよ。ねえ、まさか。いやー、残念でしたけどね。だからね、リーグ戦もないから見る赤もどうしようみたいなで、やりましょうよってなってね。そうだね。じゃあ、各クラブの歴史を振り返る動画を毎日生配信でやりましょうか、とか。っていうのね。そっから2年経ったんですね。そう、これはだいぶやればやるほどなんか登録者減った時期ありましたもんね。ね、再生回数は増えない、登録者は減る。と思って今ね、私は J リーグがね、休みなのにもうサッカーの人に来たくないのやめてっていうね。ね、我々はするしかなかったですからね。だから、なんだかんだ言うて今ね、サッカーがね、うん、戻ってきてる、やってるだけ、まあ、集客とか戻ってきてるじゃないですか。うんうん。素晴らしいことですよね。ありがたいことですよね。そうですね。まあ、その流れで我々もついにこのトークラブ復活という感じですね。うん。そうそうそう。そう、嬉しい。全国行きたいなぁなんつってたからね、これからまた行けたらいいなぁなんて思ってますよね。うん、そうだね。そうそう。一回目ちょっととりあえずやってみようっていうことで、今回。そうだね。やるわけですけどもね。はい。なんかそれもね、あれだね。こう、ライブの中でいろいろ質問とか受けながら、ね、ワイワイやれたらいいですね。でも声出せないから、あれだね、スマホで。あなるほどね。スマホで繋げないですかね、あれ、会場でね。なんかこう、ツイッターのハッシュタグとか作って、で、コメントいただいてみたいなね。その場でね、もう、うん、無言でね。ネットでやってることをライブでやってみようみたいなね。まあそうだね。まあ我々もコロナが初だからね。もしくは手紙回してね、書いてもらって。いろんな逆にね、逆手にとって面白いことでいいんじゃないかというね。そうですね。もしくはなんか注文物に応じてなんかこうね、質問いただくとかっていうのも面白いかもしれません。あなたあれ頼んだってことはって。焼きそば頼んだかなってこと。焼きそば頼んだってことはっていう話だね。ね。なかなかちょっとね、中身がちょっと今から考えた、うん。考えますけど。思ってますけどもね。いや、ほんと。ですか。いや、でもこれは幸せなことですよ。ちゃんとリーグ戦があってね。もちろん皆さんお悩み、うん、勝てない、点取れないとか、なんか連敗続いてるとか、でもそもそもこの坂がない時のあの気持ち、忘れちゃいけないと思うんですよね。うん、そうだね。あの時を思えばね。いや、もう最高じゃないですか。本当にそう。いや、配信とか、YouTube とか、うんぬん抜いてもさ。抜いてね。やっぱりこうね、砂を噛むような。日々だったですよ、あれはね。そうよ。ひょっとしたらもうサッカーって戻ってこないんじゃないかさえ思った時期も今じゃ嘘みたいですけど、ありましたよね。何かあったからね。ねえ。ねえ。ほんとよね。全然あったよ。いや、ほんとよね。いや、ほんと。ほんといろんな皆さんに感謝ですよね。まあ、徐々に戻っていくし、今ヨーロッパなんか見たら完全にね、ああいう、俺もう人と人が横で大声出すってなくなっちゃうのかと思ったもん、人類に。そうだね。ねえ。よかったですね、日本もそうなってくといいですし ね、 ね、こんなんでいいんでしたっけ、このこれでも雑談ですか、そうですよね、そうですよね、本質ですが、今日ちょっとね、いつもより皆さんで夜遅くにやってるんでね、
またね、日付変わるぐらいに収録してる。トーンもローなんですよね。ごめんなさい、ね。そうなのよ。で、生配信ね、やった後に、僕ちょっとあの、別件打ち合わせオンラインでやって、先生お待たせして、うん、今ちょうど12時、日は、てっぺん超えちゃいました。ごめんなさいね。ごめんなさいね、もう、ね。いや。そんなことがありましたと。でさな。うん。でさな。でさな。まあこれあと火曜日に出てるので、はい。まあ翌日のことで言えばね、あの18日水曜日には、うん、まああのルヴァンのね、グループステージ最終節だとか、うん、あとは ACL 組のリーグ戦があったりだとか、はい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 、あと水木でね、あの、いわゆる J リーグの J2、J3 の延期分なんかもね、行われて。そうですね。はい。バーサも実況に。はいはい。いってらっしゃい。ありがとうございます。相模原対ワイですよ。はい。うん。うん、いやそまあその日なんかはね、まだ我々ミラカも白く、はい、お休みでもいいんじゃないかと思いますね、やっぱりね。そうですか。キックオフ7時ですからね、だってね。ああ、そうですね。夜のね。そうか、そうか。帰ってきたら、ね、日付変わっちゃうぐらいになっちゃう。確かに、そうか。そうなのよね。平日のね、ナイターはあんまりないですもんね。J3、うん、ね。そうなんですよね。ないね。だから、うん、あれかな、どうなんだろう。いや、もうね、もうみんなで見ますけど、うん、これはもう、まあさんね。じゃあきっと。ですよ私もねあの一番いいところで試合見れるわけですからね楽しみですいやそうだよ ねありがたいです、ありがたいですよねこれねありがたいいやもちろん緊張感もあるんですけど別にあのね一応お仕事っていうことだから調べるじゃないですか、うんね、先生なんかはもうあのいろんなこと全部知ってる上で全部見てるからそれはもう神の目線なんですけどいや調べた選手たち全員、うんが戦うの一番いいとこで見れるとこ幸せですよね。幸せですね。めっちゃ楽しいっすもん。うん。あの子がみたいな感じ。ちょっと笑ってますもん僕。明治安田生命 J3 リーグは第7節を迎えてます本日はってぐらいの気持ちですもんいつも。いやそうかー。ねそう楽しみですよ。ね、まあそんなね、うん、あと EL の決勝なんかもね。弁当ももらえるんですよ言ったら。あいいね。弁当もそう。ね、入場料払ってないんですよ、僕。いや、それで特等席。弁当もらって、うん、特等席で。ね。最高ですね、うん。トイレは遠いですけど。いや、そこはちょっと問題。90分ぐらいでパンパンな時ありますけどね。いやー、問題。危ない危ない。アディショナルタイムの時ありますけどね、私ね。どういうこと？いやいや、そうですよ。いや、ありがたいですよね。ねまあ、今週皆さんサッカー楽しんでいきましょうと。何が楽しみ先生は僕はそれが楽しみですけど。やっぱ僕、EL 決勝楽しみっすね。来るよね。あ、日付変わって17日ってことはあの、まあ、でも1日ちょい来たんです、ね。火曜日でしょこれ。あの、火曜日のお昼に出てるから、明日のってことか、はい、聞いてる皆さんからしたら、明日の深夜、はい、深夜かな。そうか。なんで、まあ、まだですか。EL は何で見れんだっけね。EL は、あれじゃないですかあの、FIFA、UEFA の、UEFA のアプリじゃない。あ、そう。あ、何で見られるんだっけ思えば。ちょっとわかんなくなった。あの、西の方をぐーっと目凝らしたら見えるかね。ぼやーっと。ね。まさか。どうなんだろうね。よろしくお願いします。うん。いやいや。じゃあ最後なんでなんかコメント欄に質問しよう、うん、今日はそうですね明日のお便りをもらおうじゃんそっから始めたいから ね、うん、ラジオせっかく毎日やってるからそれなんでやんなかったんですかねそれでやってきゃいいじゃないですかね数珠つないで何をやってんの我々はねねえお二人こんにちはこんにちはこんにちは、最近こうですがこれはこうじゃないですかと僕は思ってますどない思ってまんの、うんああこれねなんつってそれでいいじゃないですかねあとメンバーシップの方にもね、うん、皆さんのコーナーありますから、うん、そちらに ねお寄せいただければと思いますああそういうやってください、はいうんはい、お願いします虎の穴チャンネルのツイッターもあります、ね、そこにね当ててくれてもいいですけどよろしくお願いします僕よくあのね都内歩いてますねそこで耳にもむとに、ね、支えてくれても優しくですよ見つけてみてくださいあとはそうですねあのやぶみでねお尻にしてくださいよ、うん。脂肪が多いところにしてください。痛いですから。やは。冷やはダメですよ。やぶみ。なんで下に潜ってるんだよ。あと、電書場とね、あの窓の3のところにね、止まれば止まれますんでね。ねちゃんとあんまりきつく縛ったらかわいそうですか、鳩がね。そうね、やめてください確かにね、はい。お願いいたします。そういうことですね、あと、モールス信号は僕はもういいから、ばあさん
ありがとうございます。気持ちいい、気持ちいい。何を募集しましょうかね、シティはね。そうですね、内容ね。ね、普通おたってのもいいけれど。普通のお便りとかでもいいですけどね。いいですかね。何でもいいですよ。そうですね。あとは、なんか楽しみにしてること。おね。サッカーでですよ。サッカーじゃなくてもいいか。楽しみ。今月下旬とかさっきの話はいいじゃない。そうね。ね、この楽しみにしてること。よろしくお願いします。どんな細かいことですよ。サッカーとサッカーじゃないこと一個ずつとかが一番喋りやすいかな、うん、こっちはね。そうですね、うん。いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。J リーグのね、何々戦の何々選手の何々のプレーが楽しみで、そしてその日 の, あの帰りに行くラーメン屋のなんとかのネギの横に添えてあるなんとかと、あとそれを差し出してくれるおばちゃんの笑顔と、その奥に見えるあの娘の成長が楽しみですみたいな、そういうのでいいですよ。皆さん。お願いいたしますね。はい、ありがとうございます。何かいただければと。ね、はい、はい、先生遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。ということで休み時間ラジオでございました。また明日もじゃあお便り待ってますね。はい、お願いします。じゃあねー、ステイワー。なんてステイワーあ、デワーって言ったの。デワーステイワンって聞こえたから。いやいやいや、なんかずっと一番で言おうぜみたいな意味かと思います。ステイゴールド的な。すいませんでした、どうも。